あ、あるわ。その白いの。
得点ゼロ。僅差の試合でピンチを切り抜けたったり、ピンチあチャンスで点が入らなかったりしたところが楽しかったですね。そう。個人的なプレーはボテボテのサードゴロを体勢悪いまま投げて送球エラーしたところがダメでしたね。それを改善するにはしっかりとあの場面では体勢を立て直して投げるべきだったと。次回はしっかりと打撃で活躍できるように一本出せるように頑張りたいです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。